あ、ミンギさん、どうもー、ようこそいらっしゃい。昨日と今日お仕事があって、今日のライブに来ました。あー、そうですかー。でも間に合いましたね。はい。ということでですね、本日の、配信を始めたいと思います。それでは挨拶から。さあ、時刻は11時13分を回りました。はい。ということで、今日も元気にご挨拶から行きたいと思います。どうも、こっちじゃないんだ。こんにちは。バーチャルコアクリエイターのシアです。どうぞよろしくお願いします。さあ、毎週日曜日にお送りしている日曜チャットタイムの時間がやってまいりました。さあ、今現在、見てくださっている方2名ですね。はい。今日も元気に一応チャットタイムをお送りしていきたいと思います。さあ、今ですね、実はですね、まあ、隔週ですね、に、あの、2週に1度、この日曜日にですね、7時から、やっている、トーク番組があってですね、それが終了した後にすぐこちらに来ました。はい。結構ちょっと多忙なスケジュールになっているんじゃないかなと私はちょっと思ってるんですけど、アリアさん、ようこそいらっしゃい。来てくださいましたね。ゆりさんもようこそいらっしゃい。はい、今日は、はい、毎週日曜日は日本語でお送りしております。まあ、韓国語で喋ってくれても、まあ、構いませんけどね。はい。まあ、原則的に日本語で、お送りするのが、まあ、原則ですので、日曜日はですね。さあ、まあ、皆さん、今日は、まあ、日曜日もう45分が過ぎるとですね、もう、新しい1週間が始まりますけど、まあ、今日までの1週間、皆さんどうお過ごしでしたか？私はですね、まあ、仕事中にも、日々、VTuber のコンテンツを、まあ、時期に結構書いてまして、スクリプトとか、そしてコンテンツを何を、やったらいいのかを、ちょっとスケジュールをまとめたり、そして、台本を作ったり、そしてですね、まあ、何があったんだろう。まあ、いろいろあり、あや、まあ、いろいろありました。その中でですね、私が普段、考えているのが、歌をカバーしていこうと思っているんです。まあ、私自身はですね、まあ、歌にあんまり、うまいものではないんですけどね。それが結構私の自信の中でちょっとコンプレックスがあるんじゃないかなと思っておりまして、それをちょっと打開すべく、この歌なら私にとってはちょっとできるんじゃないかなと思っておりまして。皆さん、あいみょんさんのマリーゴールドってよく聞いておりますよね。うん、私も日本のバラエティ番組とかを見てですね、あいみょんさんが歌っている、まあ、元のバージョンとか、そしてですね、芸人さんがあいみょんさんのモノマネをして、それを歌ったりすることも見たこともありますし、それも結構面白かったんですよ。はい。あ、どれぶるしんごが。いやー、でもですね、それはですね、ちょっとね、自信がなくてですね、実はですね、何ヶ月前に、歌を歌う、生配信をやったんですけどね、そこでですね、まあ、ふと思いました。いやー、私はこの生配信で歌を歌うのはちょっと苦手だなと
ね、まあ二度と歌う生配信はまあやらないと、決めてですね、あのあいみょんの歌を、いや、まあ決めたことではないんですよ。まあそれがあの私の耳に結構入ってきて、ああ歌ってみたらと思っていたら、まあその現実とぶつかり合ってですね、いやそれはまあ聞いただけでいいんじゃないと思っているんですよ。はい、いつ歌う機会があるのか、そして皆さんが私の歌を聞いてですね、まあ喜ぶのかなと、それもちょっと心配になるんですけどね。はい、近いうちに歌う機会があったら、やってみたいと思う。チョコミントアイスを歌ってください。いやいやいや、そんなのはちょっと歌わないんですよ。それはちょっとできないんですよ、それは。いやそんなちょっとおかしい歌を歌わせるとしたら、私はちょっとキャンセルします。 NG をさせていただきますよ。はい、さあということでですね、まあ私自身の思っているものもちょっとちゃんと、言ったんですけどね。あ、もう一つあるんですけど、ここでちょっと言いましょうか。まあ先週のことなんですけど、私が通勤中ですね、その私が普段地下鉄を、よく利用しているんですけど、その地下鉄の駅を出ていく場合があってですね、その瞬間ですね、改札口があるんじゃないですか。その改札口から出てきて、そしてその階段に登ってから、なんか鼻からなんか気持ちいい匂いがするんですよ。どこかで、匂いがするんだろうと見てみたら、いやーなんかオレンジの匂いが したんですよ。え？地下鉄の駅でオレンジの匂いがする？そんな香りがするなんてありえないんじゃない？と思ってたんですよ。で、最初はですね、そのトイレの消臭剤のその香りじゃないかと思ってたんですけど、そうではなかったんですよ。その近くにトイレがあったんですけどね、それをちょっと通り過ぎても、そこから来てくる香りとか匂いが全然なかったんですよ。なのでトイレで、トイレからする匂いではなかった。そしてもっと出口の方にちょっと向かってですね、行ったんですけど、そこにですね、もっとオレンジの匂いがもう強くするんですよ。で、どんな香りかな、そのオレンジ色なんか嗅いだことがあるんだけどなと思ってたんですけどね。で、その出口の階段の方に行ってみたら、そこで作業しているまあおばさん、3人か4人ぐらい行ってですね、そこで、なんか、こすって、何かを剥がす、その作業が行われたんですよ。そこ、近づいてみると、ああ、なるほど、そのオレンジの匂いは、ステッカーを剥がすために使っている、粘着剤の、取り除く、スプレーがあるんですね。そこから出てきた匂いだと確信しました。いやー、
あちらであんな匂いがするなんて思いませんでした。これから、ここからはですね、私の補足の情報なんですけど、そのステッカーの粘着部分を除去する粘着除去剤と言うと、まあ、わかりやすいんじゃないかな。その粘着除去剤の匂いがオレンジ色である、その理由はですね、その中に入っているリモーネンという成分があるんですよ。そのリモーネンという成分はですね、主にオレンジとかみかんなどの柑橘類の皮に、あるんですけど、そこにその皮の部分をですね、口でちゃんとチュッと絞るとですね、そのなんか液体なのが飛ばすんですよ。それがリモネンということですね。そのリモネンという成分がですね、ゴムとかですね、粘着のあるその成分をですね、溶かすんですよ。その一例としてですね、風船があるんですよ。そして そこでオレンジの皮をその風船に向かってギュッと絞ると、その液がですね、風船にくっつけて、まあその瞬間風船がポッと割れるんですよ。その原理と同じく、その粘着の成分がですね、主にゴムにできているんですよ。ゴムの成分でできているんです。そのゴムの成分を溶かしながら、その粘着部分を剥がすと、そのステッカーとか、そして粘着されているその部分を除去することができるということです。はい、そんな形です。そうですよ、ステッカーの除去剤、そういうことです。はい、ラギノンさん、はい、そのオレンジの匂いがそこから出てくると、いやー、今まで嗅いだことがなかったんですよ。実に地下鉄で、まあそういう話でした。はい、あー、リリスピートさん、こんばんは、ようこそいらっしゃい。さあ、今時刻は11時26分。チャンネルシェアの日曜チャットタイムをお送りしております。さあ、それではここからは私が用意してきたテーマを、ご紹介したいと思います。今日はですね、まあ私にとってちょっと意味深いテーマになっているんですよ。ちょっとペンを用意してですね。はい。さあ、今日の配信を、そのテーマをお伝えする前に、まずはですね、この配信の参加方法から、説明していきたいと思います。あ、ライフ知識が増えました。あー、なるほど。結構役に立ったその情報だったんですね。はい、ということでですね、今日の日曜チャットタイムの参加方法を、説明します。この配信はですね、ツイッチのみで配信しているんです。まあ主にこちらはですね、バーチャルキャストという、配信場所なんですけど、そのもし皆さんがバーチャルキャスト内で、参加している場合はですね、こちらの方に突通してくると、まあ私と一緒に話すことができます。そしてですね、この配信はですね、ツイッチのみで配信してるんです。まあ他のバーチャルキャスターの皆さんはですね、まあニコニコとかショールームとか、そして YouTube などで、配信してるんですけど、私は、ツイッチのみで、配信してるんですけど、近い将来にはですね、YouTube との同時配信を、考えているんです。うん。
で、その時はいつになるかは私もちょっとわからないんですけどね。はい。まあ、とにかく、このツイッチのみで今配信しているんです。ご参考お願いいたします。そして、こちらにあるんですね。はい。こちらに、ハッシュタグがあるんですけど、ハッシュタグ、シャープ、シーハ、アンダーバー、Vキャス。これをですね、ツイッターで、これをハッシュタグをつけてですね、コメントを送ってください。そうすると、上の天井からコメントが降ってきます。そして皆さんの、プロフィールの写真も降ってくるんです。それを持ってですね、皆さんのコメントを、読ませていただきます。そして皆さんのプロフィール写真もこちらの方に、飾っていただきます。皆さん、興味がありましたら、ぜひこのシーハー V キャスハッシュタグをぜひご利用ください。ということで、はい、説明が終わりました。ということで、本日のテーマ、お見せします。あ、これじゃないんだ。方向が違ったんですね。普段はですね、私が日本のあらゆる番組を見てですね、その芸人とか、そしてそこで進行を務めているアナウンサーとかをよく見ているんですけど、まあ、皆さん日本語を勉強するとき、もしくは、日本の皆さんがですね、韓流ドラマとか映画とかなどを見たりですね、歌手が好き、そして、もしくは俳優が好き、漫画のアニメキャラクターが好きという、ことがあるんじゃないでしょうか。まあ私も興味を持ってですね、まあいろんな方々の人物とかねですね、まあいろんな芸能人を見るんですけど、私の場合はですね、一つは芸人、そしてもう一つアナウンサー、その両方を興味深く見ているです。まあ日本の番組でこの二つのこの地区があってですね、それがないと、まあ日本の番組はまあシャットダウン状態になるんじゃないかなと私は思っているんですけど、その中でですね、私はですね、韓国と日本のアナウンサーについてちょっと説明していこうかなと思います。まずはこちらですね、日韓アナウンサーのあるある。まあいろんな場合があるんですけど、その中で3つを取り上げましたので、それをちょっと見ていきたいと思います。リモコンこちらですね。はい。その1つ目、自分の曲から離れてフリーになった場合はですね、まあ自分の古巣だったテレビ局での出演は禁止になるんです。ですが、その出演禁止とされるその期間がですね、ちょっと違うんですけどね。日本の場合はですね、半年もしくは1年ぐらいですが、韓国はもっと長いんですよ。2年間出演禁止なんです。まあ、自分の曲でのアナウンサー人生もっとちょっと増やしたいなと思って、辞職届を出して、そして会社から出て、フリーとして、アナウンサー生活をするときにですね、こんなものも、やられるんですよ。まあ、分かってる方は分かってるかもしれませんけどね。はい。結構、韓国の方がちょっと厳しいんじゃないかなと思っています。さあ、続いてですね、こちら。これはですね、放送局の中でですね、NHK と韓国の KBS、その2つのテレビ局、放送局があるんですけど、
それに関するあのあるあるなんですね。偶然、私も中学の頃からあらゆる、理由で日本のアナウンサーに興味がありましたよ。韓国厳しい。ああ、そうです。あの、ミンギさんって、ああ、ミンギさんもアナウンサーに興味があるんだ。あの、ここからで、うん、あの、これからですね、あの、韓国のアナウンサーのと日本のアナウンサーを、の、あの、何人かをちょっとご紹介する機会があるんですけど、それはあの、後ほどご紹介するんですけど、まずはですね、NHK のアナウンサーと KBS のアナウンサーのちょっと違いですね。NHK のアナウンサーは日本中どちらかに転勤することが多いんですけどね。まあ、例えば、自分が東京の本社で働いている時にもですね、まあ、まあ、一年後には、あの、福岡に行ったり、そして、その、翌年は、まあ、岩手に行ったり、北海道に行ったり、行ったり来たりするんです。そうしてから、あの、東京の方に戻ったり、まあ、するんですけどね、本当に結構厳しいんですね。転勤が多いということ、ことがですね。それがちょっと厳しいんですね。NHK は。一方、韓国のあの公共放送 KBS の場合はですね、まあ、本社で勤める、うん、本社で勤めるそのアナウンサーと地方の各局で勤めるそのアナウンサーもあってですね、その地方であの働いているそのアナウンサーがですね、後にソウルの本社の方に行くということがあるんです。まあ、NHK のように、本社に行った人が地方の方に転勤する、そういう場合は、まあ、あるのではあるんですけど、実はですね、そんなに多いのではないんですね。ほぼこれが、メインだと思います。私の、見たことによってはですね。さあ、続いてですね。こちら。アナウンサーの中でタレント色が濃い人もいる。確かにそうですね。例えば、バラエティ番組とかでですね。まあ、自分の存在感が、大きすぎて、その他の出演者、まあ、芸人とか俳優さんとか、それを上回るその才能があるという場合もあるんですけどね。さあ、その場合もあるんですけど、まあ、日本ではどういうのかちょっとわからないんですけど、韓国の場合はですね、その人のことをアナテーナと言うんです。まあ、アナテーナというのはこちらにペンがあるんですけど、はい、ちょっと待ってください。はい、アナウンサープラスエンターテイナー、この組み合わせでですね、自分のアナウンサーの職もあるんですけど、そこにエンターテイナーっていう才能もあるということですね。こんな造語ができたらしいです。日本ではその場合はアナウンサーとも呼びますよ。ああ、そうですね。これはアナテイナというのはですね、まあ、本当の職業というのではないんですけど、別名ですね。ニックネームのような、呼び名です。さあ、ということで、まあ、韓国と日本のアナウンサーに関する、まあ、あるあるをちょっとご紹介したんですけど、さあ、ここからはですね、これがちょっと本題になるんじゃないかな。俺の好きな日韓のアナウンサー。それをちょっとご紹介したいと思います。まずは、
これ出してもいいのかな、あの写真の方がですね、まあ著作権に触れられるとどうなるかなと思ってるんですが、まあ YouTube の方に上がってもですね、まあそんなに影響はないみたいなので、それじゃあまず一つ目でですね、フリーになって大成功したアナウンサー、こちらにあの写真2枚があるんですけど、右あの左の方が韓国のアナウンサー、そして左の方あの右の方が日本のアナウンサーですけど、まあお二人とも会社を辞めてフリーになったっていう場合ですね、その中でですね、韓国ではですね本当に有名な方がいるんですけど、キム・ソンジュさんがいらっしゃるんです。結構有名なんですよ。これを日本の誰かと比較すると、まあこの方と似てるんじゃないかなと思います。日テレ出身の羽鳥慎一アナウンサー、うん、今まあフリーになって、まあ羽鳥慎一さんと言ってもいいんじゃないですかね。あのちなみにキム・ソンジュさんはですね、もともと韓国の MBC というテレビ局、放送局のアナウンサーでした。でですね、あのキャスターもやってですね、あのスポーツの実況もうまかったし、そして情報番組の司会者としても、活動した経歴もあるんです。まあ、同じくこの あちら の, あの羽鳥さんもですね、情報番組の司会者もやったので、そのあの共通点がありますね、ということです。でこの二人なら本当に共通点があって、まあ組み合わせてもいいんじゃないかなと思っております。フリーになって大成功したアナウンサーという共通点で、持ってきたこの2人のフリーアナウンサーです。そして今も放送局のアナウンサーでありながらも大人気を博しているこの2人のアナウンサーがあるんですけど、まあ日本で本当に大人気なあの局アナといえば、安住紳一郎アナウンサー、TBS の方ですね。そしてですね、こちらの方もですね、結構有名なんですよ。KBS の東京湾アナウンサーの方ですけど、この共通点はですね、バラエティ番組でも大活躍です。安住アナウンサーはですね、まあ TBS で、まあラジオ番組もやっていますし、まあイベントのあの特番とかもその司会としてもやっていますし、そしてあのピタンコカンカンという番組でですね、あの有名人と一緒に旅をしながら、まあいろんなシーンを作ってくれる、そんなあのタレント的なその役割も果たしているんですね。それと同じく、このドギョンワンアナウンサーはですね、今もあのニュースもお伝えしたりしてて、ですね、歌の番組の司会者もやっていますし、そしてですね、その育児のバラエティ番組にも参加しててですね、そのドギョンワンさんの奥さんがですね、トロット歌手なんです。まあ、日本でいう演歌歌手なんですけど、そのトロット歌手と、一緒に、の中で、生まれた、息子とお子さんですね。そのお子さんと一緒に、過ごすその場面も、ドギョンさんのお家で、繰り広げられているんです。キム・ソンジュさんは元から MC だったと思いました。びっくりです。ああ、そうですね。はい。ということで、あの共通点として、バラエティでも大活躍している
放送局所属のアナウンサー2人を、取り上げてみました。続いて、いやー、これ韓国の皆さんはですね、この方知らないと、いけないくらい本当に有名な方なんですけど、まあ元アナウンサーです。 KBS のアナウンサーだったんですけど、今は韓国のナンバーワン司会者として君臨しているチョン・ヒョンムさんですけど、このジョンさんが持っているレギュラー番組だけでも、まあ、何個持っているんでしょうかね。私がも、把握していると4個、5個ぐらい、持っていると思います。実はですね、このジョンさんはですね、放送局のアナウンサーだった時にはですね、私は KBS の内で一生懸命最後までやらせていただきますという話をしたんですけど、なぜか何年後、まあ数年後ですね、不倫になってですね、なんかバッシングを受けてですね、なんでお前が不倫になったんだよといういろんな批判を受けたんです。ですが、まあこのジョンさんもですね、2年後、不倫になって2年後、ね、古巣だった KBS の方に戻ってですね、また司会をやったりですね、まあいろんな番組に出てですね、でも本当にいい活躍をしているんです。で、いろんなリアリティ番組の司会をやったり、そして歌の番組の司会もやったり、まあ、地上波とケーブル問わず、まあいろんな番組の方で活躍している方なんですよ。まあこのように活躍する日本のアナウンサーはないんじゃないかなと思っているんですね。はい、それぐらいです。そんなぐらいです。さあ、そして私のちょっと好きな日本のアナウンサーもう一人ご紹介しますと、この方、増田一アナウンサー。この方はですね、朝の情報番組の司会者なんですね。まあ特徴として言えるのはですね、日本の好きなアナウンサーとして、まあ何年間1位を取り続けたんです。で、結果殿堂入りまで、果たしたという方なんです。この増田一アナウンサーはですね、今日本テレビのアナウンサー として勤めてるんですけど、まあ他のいろんなバラエティ番組に出演して、まあ体を張ったりですね、そしていろんなもうロケに行ってですね、活躍をしているという方なんです。今もまあ日本の好きな男性アナウンサーとしたらと言われると、このマスさんを一番取り上げるんじゃないかなと思っているんです。私自身でもこのマスさん結構好感度があってですね、好きなんです。まあ今結構男性アナウンサーばっかり見せたんですけど、まあ女性の中にも結構実力のある方々結構いらっしゃるんですけど、この方もいらっしゃいますね。実力派女子アナウンサーの中ではですね、このお二人があるんですけど、韓国の場合はですね、KBS のオン・ジーン・アナウンサーの方がいらっしゃるんです。そして、日本の場合はですね、日本テレビの三浦あさみアナウンサー。まあ人気としては三浦アナウンサーが結構上じゃないかな。でも実力としてはオンさんも結構持っているんですよ。なぜならこのオンさんはですね、
ニュースキャスターもやっていますし、クイズ番組で司会もやっていますし、そして、もう一つはですね、言葉遣いがですね、結構、本当に洗練されているんです。言葉遣いが、本当にいいんですね。優れているんです。オムさんは。そして、日本の場合はですね、三浦アナウンサーの場合はですね、オムさんとちょっと似てるんですけど、朝の情報番組の司会をやっていますし、そこでニュースを伝えたりするんですよ。そして、いろんなバラエティ番組で、特にはですね、食べる企画、グルメを、グルメ企画をやったり してですね、この三浦さんがですね、結構食べるのが好きだっていうんです。好きすぎて、太ったりする場合もあるという、エピソードもあるぐらい、結構食いしん坊のアナウンサーということです。ということで、女子のアナウンサーについて、このお二人をちょっとお見せしたんです。最後はですね、アナウンサーといえば、スポーツの実況とかも結構有名じゃないですかね。その仕事の中ではですね、スポーツの実況も担当してるんですけど、その実況が本当にうまいという方々を、ちょっとお二人、選びました。SBS のペイソンジェアナウンサー、そして TBS の杉山真也アナウンサー、このお二人ですね。まずペイさんはですね、ワールドカップ中継とかね、特にサッカー中継で本当に大活躍している方でして、この他にもラジオ番組を持っているんです。自分の冠番組を一つ持ってですね、毎日放送を行っているんですけど、そこでもペイさんの言葉遣いとか、そのごんべんがですね、結構面白いんですよ。で、そのラジオ番組でのファン層も結構あってですね、それもヘビーリスラーもリスナーも、結構あるということです。ちょっとこちらの方に、はい。そしてですね、その右の方にいらっしゃいます、杉山真也アナウンサーといえばですね、結構そのスポーツ中継も、多数やっている方ですし、そして、バラエティ番組内での、実況をする場合があるんですけど、そして、クイズ番組でも、問題を、読んでくれたり、そして、その実況とかも、やってるんですけど、バラエティ番組とかクイズ番組で実況するのが、韓国では、ないんですね。その、実況する自体も司会者がやっているんですけど、日本はちょっと違いますね。クイズ番組やバラエティ番組内で実況が必要な部分も あってですね、その杉山さんがですね、本当に言葉を選ぶそのポイントが本当に優れてるんです。ちゃんとしているんです。出演している方々の特徴を取ってもらって、それをちょっと自分のワードとしてはっきりという、そんなインパクトのある、その言葉遣い。それが本当に印象的ですね。はい、そういう方なんです。ペイソンジェさんと杉山さんも同時に個性的な実況が持ち味のアナウンサーなんです。韓国と日本のアナウンサーでした。はい、ということでですね、今日の
私が持っていたテーマはですね、これで終わりです。今何分かな ?43 分過ぎたんですね。そして時刻は11時54分になったんですけど、はい。まだですね、突が来ていないみたいですね。まだいないのかな?いないですね。まあ、ということで、もうちょっと待って、放送終了しようかなと思います。予定より、ちょっと10分、15分程度、ちょっと遅れてしまったんですけど、それがちょっとあだになったのかな。一切来てくださっていないんですね。いや、これはちょっと本当に残念な結果なんだ。これは。まあ、43分ぐらい残っているから、まあ、17分ぐらいちょっと待とうかな。ここからはですね、ちょっと黙って待っていこうと思います。まあ、この、黙って待っている最中はですね、まあ、YouTube の内では、まあ、カットされるんですけどね。私の知っている、バーチャルキャスターの皆さんも結構来てくれてるんですよね。はい。ここでちょっと待ちましょうか。はい。まあ、もともとだったらですね、放送する前にですね、まあ、いろんな場所に行って、放送始まりますよという、合図をするんですけど、本日は、それも、やっていなかったので、どうなるのかな。行きたいんですが、まだプログラムもよくわからなくて、そうですか。まあ、皆さん、Steam、このバーチャルキャストをご利用したいという方はですね、ぜひこの VR の機器が必要です。で、VR 機器がないと、バーチャルキャスト内に入ることはできません。はい、別にいいです。別にいいです。このように、チャットを送ってくれるこの時代でも本当にありがたいです。他の局アナウンサーも魅力のある方、結構いろいろいるので、この辺で終わるのが残念すぎます。さあ、それでは民家さんが知っているアナウンサーを、紹介してくださると、まあ、わかるんじゃないかな。うん。結構アナウンサーいろいろ見ているんですけど、他にどんなアナウンサーがいるのかな?宇土由美子さん?まあ女性の中でですね、NHK のアナウンサーだったんですけど、何年前に NHK を退社して、日テレのニュース番組をやっているその女性アナウンサーですね。そして、誰なんだろう、古舘一郎さん。まあ、1年か2年前に、その遥か前なのかな。ニュース番組をやってですね、またバラエティ番組の方に戻って、活躍している、結構50歳ぐらいかな。結構5年配の、アナウンサーなんですね。まあ考えてみると韓国のアナウンサーより日本のアナウンサーの方が結構魅力的な方が結構たくさんいらっしゃるんですね。まあなぜかそんな魅力的なアナウンサーが日本に多いんだろうと思うと、
韓国の放送局はですね、その自分の個性を生かす、そんな、場が、持っていないということでしょうかね。まあ、硬いんですね。アナウンサーの仕事自体が硬くて、その才能を、生かすには、まあ、やむを得ず、フリーになって、まあ、所属事務所に入って、で、進行して、司会をして、まあ、いろんな形でも、それを自分を出すことしかないんですね。それが韓国のその限界だと思っています。日本のアナウンサーはなんか、災難の時もびっくりせず静かに話をすることが印象に残りました。なるほど、そうですね。はい。それもちょっと言いましょうか。日本のアナウンサーの皆さんはですね、結構日本に、地震とか、なんて言うんだろう。台風の被害とかいろいろあるんですけど、特に地震の場合はですね、突然の、災難なんですね、災害なんですけど、それを対応すべく、訓練をですね、繰り返すんです。なので、いつ、地震が起きてもですね、すぐに、その地震の情報を伝えなければならない、形になっているんです。で、日本のアナウンサーの皆さんはですね、その地震が起きた時にですね、最初にですね、この、下の字幕にですね、ピロ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 という、そのアラームが鳴ってですね、緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してくださいという、そのシグナルが鳴ってですね、そこで、アナウンサーが登場して、緊急地震速報が発表されました。次の地域では強い揺れに警戒してください。まあ、なんとか県。まあ、そういった後に、身の回りの安全を確保してくださいという、まあ、いろんな面倒をやってるんですけど、それが冷静沈着に伝えているんですね。そして、もし、津波の被害があった場合はですね、さらにアナウンサーの皆さんはですね、本当に過激になります。今すぐ避難してください。ここで、待っていると、災害に遭う場合があるんです。今すぐ避難してください。今すぐ避難してくださいと、押し付けんです。そんな場合もあります。韓国は確かに急な災難は滅多にないんですからね。はい、そうですね。まあ、近い時にはですね、韓国の、京州地震の方もですね、浦項地震もそうですし、ニュースの生放送中にアナウンサーがですね、地震が起きたらですね、起きていても、その地震の状況を伝えていないんですね。まあ、黙々とニュースを伝えるだけになっているんですけど、それを見ている視聴者の皆さんは、地震が起きているのに、なんで、まあ、淡々とニュースを読むのという、疑問を持つんですね。で、その地震に関するものに関してですね、まあ、一度も触れなくてですね、まあ、そのままニュースを読むのみですよ。それは本当に、
胸がちょっと、まあ、詰まった感じをしましてですね、まあ地震が起きたらすぐに、あ、地震が発生しました。詳しい地震の情報は後ほどお伝えしますと言ってからニュースに入ればいいんじゃないかなと私は思ってるんですけど、いや、韓国の地震に対する放送っていうか、それはちょっとまだ未熟しているんですね。それは本当に、それは、治ってほしいです。その部分に関してはですね。はい、ということでですね、もうそろそろ1時間が、経とうとしてるんですけど、さあ、ここでですね、皆さんにちょっとお知らせがあります。今週もそうなんですけど、各週ですね、まあ、2週に一度、その、日曜日の夜にはですね、私が、担当している生配信番組がもう一つあってですね、それと一緒にこの日曜チャットタイムを、放送するのがですね、かなり、ハードルが上がっているんです。私も疲労もですね、蓄積になってですね、まあ、二つの配信を担当することがですね、結構厳しい状態なんですよ。なのでですね、この日曜チャットタイムをですね、毎週ではなくて、各週としてちょっと変更しようと思います。まあもちろん来週も配信を行いますけど、その来週放送してから、その次の週はですね、放送をやらないという形になっています。ということでですね、来週はいつなんだろう。来週の9月20日ですね。9月20日のこの日曜日はですね、まあ、通常的に日曜チャットタイムを、やっていきます。そしてですね、その、翌週はですね、その、私が担当している生トーク番組のせいで、その日曜チャットタイムはやらないという形になります。なので、この日曜チャットタイムは毎週放送ではなくて各週放送、月に2度しか放送はできません。当分の間はですね。私が担当しているトーク番組が、終わったらですね、またこの番組も毎週の日曜日に、放送に戻る可能性もあります。なのでですね、それはちょっと皆さんに、ぜひご理解をお願いしたいという形になっています。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。さあ、ということでですね、まあ、そろそろお時間になったのかなと思います。特に毎週の配信は準備の時間もかかりますし、本業の仕事も大事ですね。はい。それもそうですよ。はい。確かに。今回はですね、突はなかったんですけどね。はい。まあ、次回も、またここで、お会いすることを楽しみにしています。来週はですね、普段はですね、日本の芸人に対してですね、ちょっと話をしていこうかなと思っているんですけど、まあ、それをちょっと取りやめて、生とつ巡りをしていきたいと思います。それがもう一番なんていうか、盛り上がるところがあってですね、
それをちょっと、やっていきたいと思います。来週の日曜日の日曜チャットタイムは生とつめぐりで、やっていきたいと思います。まあ、個性的な、キャスターの皆さんもあったりしてですね、いろんな話もちょっと繰り広げていこうと思います。さあ、ということで本日の配信はここまでといたします。最後まで見ていただき本当にありがとうございました。それでは、終わろうかな。さあ、もう0時になりましたね。新しい1週間元気にお過ごしください。それでは今日はこの辺で、ではまた、ありがとうございました。